見える開花メルマここんにちはは一般社団法人のの村松大輔です今日はですす今日ねこのたくさん学んでるんだけどなかなか伸びにくいという方にですねこのいつもこうなんか枯れてる感があるとかでも同じように学びをやっているのにどんどんこう深まっていく人その違いどこなのかなとじゃあどういうふうに学んでいったらいいのかというねその学びの瞬間瞬間のあり方の違いでまたここ1ヶ月2ヶ月と変わってくるんですけども、えー、どういうふうな学び方をしていけばいいかというところのお話に入っていきたいと思います。 では、画面の共有に入ります。枯渇してしまう浅い人と、オンリーワンになっていく深い人の違いというところです。たくさん学んでるのに、ですねこのセミナーにすんごいこお金投資してるのにと、なんかこう浅くて息切れしてしまって、またこう元の自分に戻ってしまうとか。 で学びの連続なんだけど、なんか時刻を定かとか、まんないよとかですね、やる気に満ちたあと、ーンとこう落ちてしまって、なんか力抜けてしまうとか。でも一方で、すごくこう、落ち着いていて、別にこう、あまりこう、多くは語らないのに、たったその、その方のたった一言で、多くの人が納得すると。そこは何が違うのかと。この浅い人と深い人の違いは何でしょうかと。言うと、いつものですね、この量子力学のこの図でいくと、 えー、体があって、原子があって、素粒子があって、紐があって、ゼロポイントフィールドがありますよと。この素粒子層にいろいろフォトンがあって、そのフォトンがいろんな感情をですね、この物欲とかに自,己自己顕示欲、すごいだろうとかですね、承認欲求認めてもらいたいとか、優越感とかいろんなものがこの素粒子層にありますと。で、開花、ここは雲と呼んでるんですが、まあ、こ,こ,の上ここの上側が量子力学側で、えー、物質側がですね、えー、古典力学側になります。で えー、自分の、ね、家族とか子どもたちとかいらっしゃいますと。で、それ、この子どもたちとかですね、えー、旦那さんとか自分の奥さんとかと、この自己顕示欲とか承認欲求、自分の親に対してですね、この承認欲求とかで付き合うと、そこでこう、その周波数で、えー、物事、出来事を引き起こしてしまうんですが、この子どもたちも自分の家族もですね、みんな、 ゼロポイントフィールド側の存在ですよと。みんな紐でありそ、えー、ゼロポイントフィールドですよと。で、そうしていくと、こちらの上側で付き合っていくと、えー、本当にこううまくいくんですが、こちらの雲の下側、物質側、で自分の感情レベルで付き合っていってしまうと、物質側がすべ,すべてと、目に見える側がすべてと思ってしまうと、こう浅い側になってしまう。で、ゼロポイントフィールドが物質の元のエネルギーがすべてですよっていう側、でいくと、こう深い側に入っていくんですが、じゃあどういうふうに、 学びを、ね、意識していけばいいのかなと。浅い側がこの世的な物質側がすべてだと思ってしまうとで。深い側は物質を生み出す側のエネルギーがあって、その結果物質が生まれてきているという側なんですけれども、でアインシュタインもです、ね、このところに関しては、物質には永続性がない、ずっと永遠に続いていくというものはないと、ものの側は。だけどエネルギー側、ゼロポイントフィールド側には,は永続性、ずっと永遠に続きますとありますよと。 でエネルギーから来て結果物質になってますよっていうのが宇宙の実態ですよと。永遠にずっと続いているまあゼロポイントフィールド側のエネルギーがあって、そこの結果物質ができてますよっていうのが宇宙の実態ですよ。ただこの物質は永続性はないと。でそうしていくと、この物質側も重要なんですけども、そこをゴールにしていくと、やっぱり枯れてしまう。で 学び方なんですが、浅くなってしまう学び方をすごく感じるのが、例えば、あ,ありがたいことに開花のセミナーに来てくださる方も、最初はですね、最初は知識をつけるために学ぼうとか、資格を取得するためだけの学びっていう風な方は、やっぱりこうずっと浅いというかな、深まっていかないんですが、じゃあ、どうやっていけば深まっていくかなというと、 深くなっていく方の学び方っていうのは、自分をいかにこう生かしていくかのために知識や資格を取る。まあ知識や資格がゴールではなくって、いかにこう自分を生かしていくかと、プラスこの自分自身の人生体験を財産にしていくという方なんですね。そうすると資格がなくとも、この知識がまあ 開花は結構理系的な内容が多いのででも開花の方々で文系の方がかなり多いんですけれどもこのその方々もの自分をいかに生かしていくかとか自分の人生体験を財産にしていくっていうと理系でバリバリにこう語れる人よりもこの自分自身を生かしていくっていう方が声に周波数が乗る。 ですね、でそういうふうにして伝わっていくし深くなっていく形なんですね。だから、まあ、開花に限らず何か資格取得をすると、えー、カウンセラーになるとかです、ね、この看護師になるとか医者になるとかっていう時にですね浅くなってしまういつもこう自分の中で枯渇感が出てしまうのは本,あ本を読むとかもそうなんですけども知識をつけるためだけにこう本を読むとか。 え、資格を取得するってやると、本当にこう、毎回毎回、まあ、物質側になってしまうので、振動数があまり乗ってこないので、え、枯れてってしまうんですけれども、深くなっていくのは、いかにこう、自分を生かしていくかと、のために、本を読むとか、資格取得するというふうにしていっていただければと。あと、ご自身の人生体験を封印していくんではなくて、ご自身の人生体験を財産にしていく側ですね。なので、まとめると、ですね、自分を生かすと。 とか自分の人生体験を財産にする。自分本来の振動数を響かせていくことがですね、このオンリーワンになっていく深い生き方です。オンリーワンって何っていうとですね、この自分本来のあり方で存在することであって、本を読んでたくさん知ってて、それを伝えていても振動数が乗ってないんですね。振動数が乗らないので、振動数乗せるには、ご自身らしくいるには、やっぱりご自身のいかにこう生かしていくかと。 あとは自分自身の人生体験、0歳から今の年齢に至るまでですね、その人生体験が、えー、それが全部こう感謝にこう入っていると、それが伝わっていきますので、ぜひ学ぶことも重要なんですけども、このご自身の中で深まっていく感謝の振動数で、えー、発信していっていただければと思います。 関連動画はですね、こちら見つけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。